海打ち網ね。あ、でも、ここ、これが今の一とこ瞬はの電出来事、波ある。これこれ一あれ？歩進んだらどうなるかって話ですね。もうびっくりした。よくいらっしゃい。なんだこの三段落ち。いらっしゃい。いや、三段じゃなかった。四段だった。ちょっと待機。すぐ着いちゃうから。ついちゃったら。翔くんなんで夜勤？夜勤じゃないのか。夜勤明けか。あ、でも、真っ黒。意外と、電波あるかも。ここが13って書いてあるじゃん。今、12とか。ああ、これ、ドイツ村2とかだった。カクカク。しっか。来ないけど。行っちゃおう。連絡したい。そろそろ待てな。なんか寒くなってきた。寒くなってきた。霊が近いでしょ。今週遅番か。そっか。真似すんなよ。いらっしゃい。長えな。5段落ちだった。雨降っちゃってんですよ。すいませんね。今日友達が横にいるんで、変な声が聞こえても多分全部横の人の声です。お、なんで？ なんで消えたの？まだ。まださっきつけたばっかだよ、このライト。あ、ピョンさんいらっしゃい。接触が悪いだけだよ。やっぱ接触悪いんだよな、これ。え、これ今中くらい？知らないよ。来ました。寒そうだって。コミュニティ。見えるかな？ほら、なんで消えちゃうの？マジ接触なのかな？え、なんでこれ映んのよ？小峰峠です。トンネルが、九段のトンネルが。これなんか接触悪いね。近い近いスミングで。写真撮るの？あ、そう、写真撮ってお願い。今？うん。こっから？うん。ちょっと近くなってみる。そこ接触マジ悪い。いいよ。ライトの接触が悪いんだけど、これはなぜでしょう。今写真撮ってもらう。もうちょっと近い方がいい？いろいろと邪魔なものが。電波大丈夫？動いてますか？今、真正面にトンネル、ちょっと明かりが。撮ってもらうね、ワ先コに。です。あ、和子です、いらっしゃい。雨が降ってワるコんヤで。ホー。あ、タリーいらっしゃい。今、今日、友達と来てるんですけど、いつもね、リア友。妖怪の王星なのね、そうなのね。妖怪の王星なのね、そうなのねって何？妖精ってことかな。今ちょっと写真撮ってもらってる。俺自分で撮らなくていいっていう、こんなすごい楽な放送。ここはタリンの霊が出るっていうとこです。ここはタリンの霊が出るっていう噂の、いわくつきのと2こ枚でだす。け撮ってきた。ありがとうございます。こんな感じだったよ。1枚もう、目、雨があれだ2枚目。ね。あざっす。そんな光ってるのしかないんだけど。真っここ、黒の方が良かった。大丈夫。もう一回まだ。ここはタリランさんの霊が出るという曰く付きの場所です。そうです。あ、ピヨン君いらっしゃい。妖怪ウォッチか。流行ってんのか、それ。タリの餌食になった。そうです。このトンネルの上で、幼女が見下ろしてる。殺されました。この上の雑木林で、幼女が本当に？発見されました。本当だよ。しかも結構でかい事件だよ。全然知らねえよ。超昔だけど。
宮崎勤む早尾じゃないよいや俺が早尾って言いそうになっちゃった早尾って言いそうになっちゃった宮崎勤む幼女誘拐連続殺人事件のよくわかんないけどみんな野党現場です。電波がなんか無駄にいいけど怖いおやすみ怖いおやすみじゃないですよ。せっかく来てくれたんだからもうちょっといいよ。 iPhone では撮影できません。宮崎つむやばいよやばいよ。宮崎さんがここで殺してやっちまった。でその腕とかだけを自分の家に持って帰って家で焼いて犠牲者の家に送りつけてる。猟奇的で、もう確かあれだよね、もう死刑になってる。あ、すでにお亡くなり。もうそうだね。一応ちゃんとしたガチな場所です。ライトいらねえんじゃね？ライトいらないかな。映像見える？サイコパス。サイコパス。暗いやつでつけた方がいいかな。これ全然見えなくなっちゃう。画面が青い。バチで描かれている。やっぱでかい方がいいか。で明るくしていこう。行こうか。暗い方がいい。うん。うぜえ、ラインが来た。でいない方、とりあえず一回消すね、電気。ちょっと電波がないから今俺出なきゃ。動いた？ちょっと今撮影してもらいます。 OK。 これね、中心部電波届かないわ。何枚か撮っといて。これちなみにめっちゃ今ね電波強いんだけど、このトンネルの端っこ。あ、ヤンクいらっしゃい。これね、トンネルの中心部一気にゼロになる。そんな長くないんだよ、ここ。いや、異常なくらい電波あるんだよ、ここ。ちょっと暗いとあれ。PC の調子悪くて PPPP になった。多分 PC の調子じゃなくて、こっちが悪い。あ、愉快なっしゃい。宮崎勤もやばいかな。でもさ、どうやって上の雑木林に捨てたんだろうね。上に行く。あれ、登ってったってこと？ようやく普通に見れた。わら。ようやく見れた。雑木林に幼女いないよね。なんでこれ一気に切れんだろう。でもあそこに貼ってあるな。え、本当だ、上に何かある。網だな。
紙が貼ってありますよ、あれは。彼氏できたの？彼氏できたのって。動画は？後ろからね。だって焼いて食べてたんだよね。そう、焼いて食べたって言われてるよね。これ、ね、電波が真ん中ぐらいだと切れちゃう。ちょっとどこまで行けるか、行くね。ねえ、なんで私連れて行かなかったの？俺は友達がいるからだよ。どこまで行けんだろう。ここは映ってる？ダッシュ。ダッシュする？宮沢じゃねえか。電波が行くとこまで行って止まればいいのか。今大丈夫かな。でもさっきトマトって言ったのはあのバビって読んでた時だよね。あれしか。じゃあれでもこれ真ん中にする。真ん中じゃないかな。後ろ何も見えない。宮沢ややこしい名前だな、本当に。反対側に抜けたら電波戻るんじゃ。反対側に、そう。だからさっき止まったって言われて、早歩きで一回トンネル抜けて、逆側が超電波あって、今そこからまた真ん中に戻ってきてる。でもどこが真ん中かわかんないね、これ。どれくらい？まだこんな結果するんじゃない？え？まだ全然入り口だったわ。4分の1くらいでね。なるほど。今ここはまだね、電波ある。もうちょっと前行くね。こっち側電気が消えてるんだよね。え、まだあるな。あ、減ってきた。減ってきた。ちょっと減った場所覚えておかないとな。これを。え、止まった？止まった？あ、でも不安定だね。14になったり3になったりする。マジか。とりあえずこの横の文字とかで。何あの、まさかど。アキルの市ってどこだ？あ、来たかな。ピー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 動いたり止まったり宮崎勤。宮沢は通過できるんだね、じゃあ。そこから、なんかトンネルの中から向こう側取った取ったよ。ちょうどじゃあ一番の真ん中のところが電波がないね。真ん中まで行かないか、全然。4分の1くらいで。4分の1もないよ。じゃあちょっとダッシュ。ダッシュでさっきのとこまで逆側に行ってみます。これもついていこう。ちょっと一回軽くダッシュね。途中で止まるから、多分じゃないけど、絶対。足跡がいくつ聞こえるかな。いっぱい。だって俺の分も入ってる。びっくりした。白い息か、それ。あなたの息だった。俺？なんか画面に映ってないのに、ここにもやもやが、ほら。喋ったね。宮沢さえ。宮沢さえかな、これ。じゃあ、ちょっと走ります。多分電波切れます。いくよ。GO!バビだ、バビ、ここら辺はいけんじゃね。
動いてるかな。トンネル出た瞬間にライトが消えた。オッケー。途中だけ止まった。体内にいた感想は？体内なんですよ。体内にいる気がするんですよ。反射して見えない。電気つけないと。雨の音がすごいね。嘘つきわらわら。嘘つきって何？さっきどこまで行ったっけ？ちょっと止まったら止まったって言ってね。多分バビーって言ったとこなんだよね。そこら辺。バビーを言った時にもう止まってたから。あれはどこ行った？そう、それだ。ここはママの体内だった？ここはそうです。わら。あ、もうここ1になってる。さっきバビーあそこもう全然止まってたわじゃん。ね、本当一瞬だわ。カタカタプツプツ。手が冷たい。なんかここまで来ても電波を拾わないんだよ。拾った。もうこれ出口じゃん。出口。あっち側の方がいいのかな、電波。そうかな。間違いなくそうですね。今動いてる？ちょっとね、この電気がついてる入り口側よりも向こう側の方が若干電波がいいみたい。ちょっとこれもう出口ここだよ。いや、こんなに入り口だけしか電波入んないと思わなかったな。両サイドの電波が抜群すぎるのに。え、なんでもう消えた。怖いんだけど。はっじゃないよ。今ね、そう、入り口に戻ってきちゃった。ちょっと向こう側、ここ明るいから、電気あるから、向こう電気がないから、向こうに行くね、もう一回。とりあえずまたダッシュで向こう行きます。一回止まっちゃうんで更新してください。もしくは自動復帰を待ってください。いくよ。ゴー。消えたよ電気。気分いくつだ。あ、11だ、ここ。やっぱ、こっち側の方が電波ある。しんどい。なんでこんなところで。怖い、怖かった？でね、一番怖い中心部がね、残念ながら電波が入らないです。何なのか、本当に接触悪い、これ。ちょっと待ってね。すげー電気だ、わらわら。違う電気してみて。これ、この前の放送から使ってるから。すげえ元気だじゃないし。ターリンの霊を見たいんだよ。ターリン早く現れてこないの。浪人して。
面白いって病人不正、確かにそれらしいですよ、言っちゃいけないですよ、それは。めっちゃ臨場感あふれる配信、怖すぎ、わらわら。ちょっとライトを変えた。はい、じゃあトンネルの中がこんな感じなんですけど、途中まで行くとね、電波がなくなっちゃうっていう。何メートルぐらいだろうね。そんな長くないんだよね。なのに中心部どころか、もう10歩15歩ぐらい歩いたら電波がなくなる。何かがいるんだな。いる？もうトンネルやらない？オメガもうトンネルだから、トンネル入ると電波切れちゃうから、ここが限界。ちょっと歩いて宮沢さんを拝んだらもう電波切れちゃうんだよ、これ。宮沢さんを拝んで、もうちょっと行くと多分切れちゃう。チャーリンと宮崎くんを一緒にしちゃダメだぜ確かにな、ちょっとレベルが違うよな。もういいよ、オメガ。じゃあトンネルじゃない、ちょっとこのダメだね、接触が。電池じゃないこれ。お散歩しますか。じゃああれ？なぜ俺幼女ハンターに W わら。宮沢さんが限界点。あれれれれバックお願いします。え、持ってんの？うん、行っちゃうの？雨だから結構本当に危ないと思う。俺は今まで危ないところをいろいろ歩いてきました。ここに道があります。今どこにいるか分かりますか？ここはトンネルです。帰り道渡らず迷子？危ないよ、オメガ。トンネルの上に行ける道があった。幼女じゃなくて、なんか空気変わる、やばい、空気変わった。今あっちでライト照らしてんのが彼。この下崖ですもん。トンネルの上今。やだ、オメガ。トンネルの上です。帰り道こっちじゃないよ。こんばんは。このアットマーク苦しい。多分この奥が雑木林になってるんで。この上のどっかで多分ね、こんなとこまで運んできたのか。最悪だな。ここは現場ですか？あれ、この網されてるから。まあこんなとこ網する必要ないよね。こっからはね、ちょっと崖になってて歩けないんで、この中は入れないんだけど。怖えな、これ下見るとやべえ。下、めっちゃ高いとこにいるじゃん、これ。電波上は大丈夫なの？あ、苦しい、いらっしゃい。あと5分、あと5分の俺こんな上にいるんだけど。降りますね、今トンネルの上から。あ、ちょっと待った、これ取ってないや。一回入れとけるね、この怖いところ。うわ、え？
何もなかった、何もなかったんだ。うわ、怖え、下り。この今上にいた。怖え怖え、下りやばい、下りやばい。落ちたらマジで死めるからね、これ。ただいま。こんなに腐るからザニア。マックのゴミ？マクドナルドと同じ色だね。これ次役行くほどのレベルではないんで、ちょうどこのトンネルの入り口で終わりますね。ここの一回山を降りるまでは、この前より、あ、この前より全然やばいよ。こけてくれないの？何やってんの？どういう質問？ちょっとね、ニコ生はこれ30分で終わります。いろいろな人が来ちゃうんでね。次、ツイキャスで帰り道だけ。ちょっと中途半端な時間になっちゃった。帰り道まで配信するつもりだったのにね。トンネルの上行くと思わなかった。あるの？ないの？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 見れてなかった。ツイキャスだったら電波が入るとか、神がかったことないよね。終わりなんだよ。都合のいい展開が。今何時だ？とりあえずニコ生は終わりますね。もう電波も届かないって分かったんで。411分。先に教えてくれた。さすが。てか隣に書いてあるじゃん。どこ？ここだよ。本当だ。自分の手に書くです。天気予報は？天気予報は大雨です。大雨？湿度は 80% です。現在地は？最低気温は 15% です。広島はカープが優勝しました。わら福岡はもつ煮が食べたいです。あと1分ですね。ありがとうございました。降ってる降ってる、マジで降ってるから、ほら、本当本当にほら見えないし結構降ってるよね、意外とね。降ってる。釧路は流氷が届いたので冷たいです。適当。おつおつです。ツイキャスに移行します。アカウントはクル394です。ありがとうございました。淡路は観覧車が綺麗でした。小学生の観光。淡路は綺麗でした。ありがとうございました。ツイキャス見れる方お願いします。お疲れ様です。じゃあねー。